皆さん素敵なランチリポートありがとうございます。今日は番組中にもランチをいただいた特別な企画もありまして盛りだくさんな3時間でしたが、この後14時からはメザーニュースライブアフタヌーンとなります。早速ですが続いてのキャスターさんお呼びしていきましょう。今日のアフタヌーン担当は山岸愛理キャスターです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。この後14時からメザーニュースライブアフタヌーンを担当します山岸愛理です。午後からそして明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイリンさんのクロストークめちゃくちゃ久しぶりですよね。久しぶりすぎてびっくりです ね、この並びが嬉しいです。見てはいるんだけどそう、ここで話す機会が、私まだびっくりしてるのが、リエナちゃんサザエさん見たことないんでしょ、何かで言ってませんでした。そうなんです、あれびっくりしたよってずっと言えずにいたそうなんです、サザエさん、ドラえもん、マルコちゃん、全部見たことがないです。じゃあのメンバーの名前言える？いや厳しいですね。サザエさんはサザエさんがやっぱ主人公じゃないですか。サザエさんが主人公、大黒柱だと思ってたんですけど。サザエさん、はい、一家を支える合ってるんじゃない？合ってますか主人公だしね。あの家族みんなの名前は言えますか？いくらさん。いくらさんいくらさん付けするの珍しいね、うん、いくらさん、サザエさん、サザエさん、結構いるよまだメンバー。あと猫、猫猫、ね、猫さん、猫はタマって言います。タマさん、タマさんひねり出してますカツオとかいますか？カツオ急に急にずっとさん付けのにカツオだけ魚の名前をちょっと思い浮かべていて、ね、あとは、アサリとか。いそうだけど今のところはまだ出てきてないですね。マグロ。惜しい。その法則でいくとね、マグロはいそうなんですけれどもね、イカタコはなさそうなのでヒラメさんとかヒラメさんもいそうでいないですね。鈴木さんはどうですか？鈴木さんはいても分かんないなモブキャラで出てきてたとしてもちょっと私の記憶にはいないんですけれどもね。そのレベルなんですね。でも言っていただくと分かる、アナゴさん、アナゴさんですよね。アナゴさんの知名度高いそのぐらいでしかちょっと本当ににわかもいいところという感じで。いやでももう見ない方がいいんじゃないですかなんかかまいたちさんのネタでそんなのあったなって思ってて、はい、なんかその有名な作品をみんな見てるけど見たことない側は珍しいから、はい、そうこのまま見ない方がいいんじゃないかって思って。本当ですか？ちょっとまだこの知識は入っていないんですけれども。いや難しい、避けて生きてくるの難しいよだってね、ちょっとやっぱり入ってくることあったんですけど、人生の中で、その時点ですでにみんなは知っていて分からないっていうのがもうずっと続いているので、マスオさんかマスオさん今出てこなかったので希望がこう知名度が分かりますね、あの家族の中の知名度ランキングみたいなものがそうですよね。そうなんです。あとその家族構成でその、このピラミッドがどこから始まってどこに誰がいるのかもやっぱ難しいです。はい、ピラミッド、ピラミッドのなんて言うんでしょう、家系図的に上の方に誰がいて誰が横並びなのかみたいな、あとみんなその、何世帯で住んでるのかとかもちょっと分かんないかもしれない、ちょっと複雑なところありますからね、家系図ね、いやもうこのままタラちゃんをさん付けする時点でっていうコメントいただいてますけど、いやでもこのまま知らない方がいいと思いますし、このままずっと見ずに調べずに生きてったらいいんじゃないかなっていうふうに思うので、このまま貫いていただければなというふうに思います。まあ、でも、はい、そういくらさんが一番上だよってそうですね、皆さん教えてあげてください。そうですね、いくらさんが一番上だよってコメントをいただいていて、まあね、波平船がツートップツートップっていう考え方あんまりなかったな。フォワードだそうなんですよ。
まあね、原作とアニメバージョンで全然違ったりとか登場人物も違ったりするそうなので、そうなんです、ちょっとね、土屋さんは歴史も長いので複雑だったりはしますね。いやそうなんです、年さんの年知ってる。でもちょっと若めっていうのは存じ上げてますよ。そうなんです、同い年ぐらいなのかな、サザエさんって確か24歳くらいだった気が。まさしくです、今24です、うん、私いい貫禄、同じくらいだ、ダメ、うん、だ情報与えていけない、ダメダメ、詳しくなっちゃったらみんなと一緒になっちゃうから面白くなくなっちゃう、教えないでください。イクラさんがヒエラルキーの頂点草っていう風に、まあでもイクラさんはね相当やっぱり重要人物ですよ。本当です、重要人物ですのでね、それだけ覚えて帰っていただければ。わかりました、ありがとうございますわかめさんのことは一切触れずだ、ねね、いや新たな知識もまたアイリーさんには、はい、情報をいただきたいと思いますけれども、ね、はい、久しぶりのクロストークだったので、はい、すごく嬉しかったです。じゃあ次はね、ちびまる子ちゃんの話をお願いしますはい、まあ、今日はそのコーヒータイムでもですね、結構盛りだくさんな3時間になったんですけれども、うん、はい。